こんにちは。京都民祭の谷本です。今日はフオンさんと一緒に伏見稲荷に来ました。伏見稲荷ってどんなところですか？何か知っていますか？全然知っていません、ね、あ、そうですか。実は私も全然わかりません。あ、でも赤堀先生が知っていますので、ちょっと聞きに行きましょう。行きましょう。はい、行きましょう。伏見稲荷についてちょっと教えていただきたいんですが。あ、そうですか、はい、分かりました。じゃあ始めますね。はい、はい、でこの伏見稲荷ですが711年にできました。京都の都ができたのが794年なので、この伏見稲荷の方が古いんです。この伏見稲荷なんですが、神様が大御霊の狼と言います。狼でもあの動物じゃありませんよ。立派な神様という名前です。農業の神様です。他に4人神様がいます。その5人で1つのチームで衣食住の神様です。衣食住、分かりますか？いいえ、分かります。衣は服、食は食べ物、住は住むところで、私たちの必要なものの神様です。五穀豊穣、食べ物がたくさんできますように、でお米とか野菜がたくさんできますように、あと商売繁盛、ビジネスがうまくいきますように、家内安全、家族みんなが幸せでありますように、心願成就、願い事が叶いますという力を持っていますので、多くの人に信じられています。で今皆さんが通ってきた楼門、1598年に豊臣秀吉という偉い人が自分のお母さんの病気を治してくださいと言って建てたものです。ですので、あの町の人だけじゃなくて偉い人にも信じられていたんですね。お参り仕方は教えていただけませんか？はい、わかりました。まずこの神社の入り口に大きな鳥居があります、はい、この鳥居は神様の、世界ですよということを表します。鳥居の外が私たちの世界、鳥居の中は神様の世界ですので、鳥居に入る前には、自分より上の人の家に来たつもりで挨拶でお辞儀をしてから入ってください、はい、そして鳥居を入ると道がありますが、この真ん中は神様が通る道なんです。ですから私たちは左か右の橋を歩きます。はい、わかりました、はい、では真ん中歩かないでくださいね。ありがとうございます、はい、それから入っていくと次は楼門があります。楼門は神様の家の玄関です。ですからここもまたお辞儀をしてから入ってください。そしてここから神社の方にお参り、でそれからいつもは手を洗います。でも今日はダメでしたね、なかったですね、はい、で手を洗ってからお参りをします、はいはい、でお参りの方法ですが、もし、鐘があるんでしたら先に鐘を鳴らしてください。私あの来ましたよというあのベル、ピンポンのベルと同じですね、はい、でそれからお賽銭を、お金を入れてください。そしてそこからのお祈りです。まあ、ちゃんと立ってまず2回頭を下げます。はい、2回ですね。そして次2回手を叩くんですが、右手を少し下にして叩きます。で2回叩いたら2回目にさ、今度は手をちゃんと戻します。そしてこの時にお願いをします。お願いします、はい、そしてお願いが終わったらもう一度挨拶をして帰ってください。あ、はい、わかりました。Thank you.
で狐の石像があるんですか？はい、この神社の神様のメッセンジャーとして狐がいます。ですからこの神社狐が多いんですね。で、狐の像なんですけど、口をよく見てください。口に何かを加えている狐が多いです。その加えているものですが、稲穂、玉、鍵、巻物があります。稲穂はお米がたくさんできるように、玉は神様の力のイメージ、鍵は片付ける倉庫の鍵です。これも神様のイメージ、力のイメージです。そして巻物は昔の本ですので、これは知恵、知識のイメージで、願い事が叶う方法というものをイメージ表しています。はい、それでこの千本鳥居なんですけども、この神社ですが、お願い事が叶う力があると信じられています。ですのでお願い事を叶えたいという人がこの、鳥居を建てるようになりました。これが今から300年か400年ぐらい前。そしてお願い事が叶ったからありがとうの気持ちをまた鳥居を建てることで表します。ですがちょっと残念なんですが、この鳥居20年ごとで新しくしますので、古い鳥居はありません。で、この鳥居なんです。上を見てください。上に奉納と書いてあります。奉納というのは神様にあげますという意味です。そして後ろに、こちらには鳥居を建てた日、こちらには鳥居を建てた人の名前が書いてあります。はい、さあ、でこの千本鳥居ですけども、ここを通るときには皆さん心の中でお願い事を言いながら通ってください。はい、もしかしたらお願い事が叶うかもしれません。はい、では行きましょう。私は重かったです。トモさんは重いです。じゃあ頑張らなければいけませんね。楽しいですね。時間がないので。あ、そうですか。はい、見られないと。でもお土産を買いたいんですか？はい、何か買えばいいですか？そうですね、あ、こういう時は鶴岡先生に聞けばいいです。お土産をみんなで買いに行きましょう。行きましょう。行きましょう。これぐらいの鳥なんですよね。まあ、ニワトリのちっちゃいやつですね。うん、それを、タイフに焼いてます。はい、うん、とても美味しいです。食べてみたい、ね。食べてみたいですね。今焼いてもらってます。すいません、お待たせいたしました。じゃあこちら頭から骨まで全て召し上がっていただけますので、はい、では
美味しいです。うずらはどうでしたか？美味しかったです。美味しかったです、はい、じゃあ鶴岡先生にお礼を言いましょうか。はい。今日はめっちゃ楽しかった。でも時間がないので上までできない。みんなは時間があったらぜひここに来てくださいね。